こんにちは、プロドリフチャンネルです。綺麗な百合のカサブランカですね。来年も花を咲かせたいのなら、まずは傷んだ花は花首だけこのように切っておきましょう。そして葉っぱは1枚たりとも切ってはダメ。この葉っぱで来年の栄養分を作るのです。そして助けてやりたいのが肥料、まあ、葉っぱだけでもいいんですけども、球根もっともっと太らせたいのなら、リンカリ分の多い肥料を株元に置いて、そして球根を太らせましょう。まあ立派に育っている株であれば、夏に咲いているものであれば、できれば11月ぐらいまでは葉っぱ青々とさせてほしいものです。そうすると球根大きくなるので、来年いっぱい花を咲かせます。それよりも早く葉っぱが落ちたり黄色くなってしまうと球根太れないので、もしかすると来年1輪2輪しか咲かないかもしれません。とにかく11月頃まで葉っぱは青々とさせるのが、来年いっぱい花を咲かせるポイントになります。